今日も引き続きそうするナレッジアーマードです。今回は、耳をすませばの実写映画が10月14日から上映開始になりまして崩壊になりましたので、早速見に行ってきて小麦腰とお話ししてまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よーし耳をすませば、どうでしたもうぶっちゃけのですね、うん、もちろんありますが、うんうんうん、悪くはなかったと思います。悪くなかった、うん、はい、何ですけど、うん、なんかすごい、うん、面白かったとは思わなかったです。うんうんうん、結構、ネットの評判はもうさんさんたるものなんですが、そうそう、でやっぱりこうあれなんだよね、まあ我々は古参のファンなので、もうあの原作ももちろん読んで、なんかいろいろと、ジブリも大好きでっていう感じなので、まあその自分たちの持ってたイメージを壊されやしないかっていう懸念ってあったわけでしょ。そうです、うん、なんだけど蓋を開けてみれば結構ちゃんとやってるなっていう感じだったんですね。あ、うん、確かに、うん、そうそうそう、あのね、かといってこれってジブリのその後じゃないわけですよ。そうですね、うん、なんで一応この、はい、これ人によってはなんかもうどっちに寄せてんだって言って、なんかすごく中途半端なものを見せられたって言ってる人いるんですが、これっていうのは俺の中ではこれもうハイブリッドの作品だと思いますね。はい、うん、もちろんこの原作の方は画家、あの設定が画家になりたいとかそういったのがだったりとか、お兄さんとかお姉さんがいたりとかしたんですよ。なんだけどそういったものは全部すっ飛ばしてはいるんだけども、まああくまで原作に準拠しているような雰囲気なわけですね。でも衣装だとか小道具だとかそういったものはジブリに寄せてるわけですよ、だいぶ。うん、なんでまあじゃあどっちなんだって言われたらどっちも撮ってんだよねっていう感じなんだよね、これね。うん、そうです、どっちも撮ってで、純粋にその10年後をやってんのかっていうとそうではなくて、その過去編もちゃんと やることによって、まあ全然見たことがない知らない人でも、まあ、一応話の筋は追えるように、ほらね、これいきなり10年後いきなりやってたら過去のこと全く知らない人が見たら見れない映画になってしまうので。そうですね、うん、なんでまあ一応そこのところもまた中途半端って言ってる人がいるんだけど、いやでもまあこれはやっぱり必要なプロセスだったんじゃないかとやっぱ思うわけですよ。うん、うん、なんか見てて元言ってるんで、なんか、うん、その元々の昔の話をやる必要あったかなって思いながら見てたんですけど、うんうんうん、見てる人もいるって考えたら、うん、必要、そうなんですよね、必要な、シーンではあったわけですね。で、ちゃんとねこの、過去編やってるこの中学生の子たちが、まあ清野菜名さんとはまたちょっとあれだけど、他の子たちって割とその松坂桃李とかに似てたりとかするわけですよ。この、山田裕貴とかにも似てるわけですよ、割と。似てましたね、うん、なんでその辺も良かったなっていう感じもする、キャスティングがね。はい、でこの中学生たち上手だったね、演技がね。そうですね、なんか、うん、原作とかそのジブリのらしさ結構あるなと思って。そうそうね、あのね、でこれも結構その見てる人によってはこの、ジブリのような大げさな演技が鼻につくって言ってる人がいたんですが、これわざとだからねって話なんですよそう、これね、これがそうじゃなくてさらっとやってしまったらもうなんていうか、もう耳をすませばじゃないわけよ、うん、耳をすませばっていうのはそうやってこの純粋な中学生たちがすごくオーバーに振る舞うことによってこのなんかこの青春だなって感じがするわけじゃないですか。はいなんかね、空が降ってきてみたいとかって言うわけですよ、はい、もう言わないじゃん普通そうなんだけど、
そういうのをわざと言わせてるっていうことをちゃんと踏まえて見てあげないと、いけない。だからそういうところにリアリティ求め始めちゃったら、もうこれこの物語を見るもう資格がないんですよ。耳を澄ませばに求めちゃいけないところですよね、完全に。うん、リアリティは求めちゃいけなくて、これファンタジーだから、はい、それでいいんですね。うん、で、まあ、その辺のところを結構酷評している人がいたんだけど、まあでもこれ本当にうまいこと収まってるなと思って、で監督の人っていうのは平川さんっていうことなんだけど、平川雄一郎さんかななんですけど、この人ってあれなんですよ、結構その約束のネバーランドの実写撮ったりとかしてる人なんですね。うん、なんで約束のネバーランドも、まあ、一応言ってみれば大失敗したので、だからいやこういう人やらすなよみたいなことを言ってる人もいるんですが、いやこの人だからこそこれやりきった案件なんですよ、これって。あ、なるほど。っていうのも壮大な無茶ぶりなんですよ。今更これを実写化して映画として完成させて、なおかつ新しいエピソードを盛り込もうとなったら、こういう風にならざるを得ないじゃん。人の中ではすごい前線していますよね、そう思えば。そう、前線してるんだよね。だからそういうのも踏まえた、だから結局ね、そうやって感想を言う人っていうのは、そこまで調べた上で言う、見ると全然また違ってくるんじゃないかなと思うんだよね。で、だからこのね、平川雄一郎さんっていうのは、言ってみればさ、なんていうかね、職業軍人じゃないけど、もう、プロ監督なんですよ。だからそういった案件に、こう、もう、なんていうか、果敢的に、こう、オファーをされる人たちなんですよ。人なんですよね。だから、アーティストじゃなくて、もうなんかプロなんだよ。はい。そう、アーティストの監督ではなくて、本当にこれを、じゃあ、発注受けて、これを形にするっていう、なんていうか、もう職人なんですね。なるほど。うん、なんで、そう、だから、そうそう、このね、パンフレットにもこの、このね、プロデューサーの、西さんっていう、こう女性の方、西あさみさんかな、まみさんか分かんないけど、はい、この方が、その、映画をとにかくハッピーエンドで作ってほしいって、平川さんに発注したらしくて、うん、だから、あれなんですね。結構その企画持ち込むところから持ってって、その企画書とプロットをこう持ってって、で、出版社に持ってって、もともとのリボンの出版社に持ってって、で、柊木葵先生にもこう、ね、これをプレゼンして、じゃあこれでいいんじゃないですかって言ってもらったっていうのがあって、なんでだからこれ結構このプロデューサーの方が作りたかったっていう、結構こう無茶ぶりなわけですよ。サイドってことなんですね。そうだね。で、これってこの映画も制作委員会方式を取っているので、はい、制作委員会方式っていうのはこのリスクヘッジするために出資者をばらけさせることによって映画がうまくいかなかった時に自分たちのダメージが少ないようにするんですね。でも制作委員会っていうのは逆を言えばいっぱい出資してる人の意見が通りやすくなっちゃうんで、こういう風にしてくれよって言われたらそういう映画せざるを得ないわけよ。だからそういうところでもって、例えばその設定変更だとかそういうのとかが、じゃあバイオリン職人だったのがチェロにしてくれよとか、そういったのが、まあその監督は自分で思いついたって言ってるけど、ああテコ映画そういうの入ってんだよね、きっとね。そうだよね、きっと、うん、あと事務所の力とかも入ってるわけ、制作委員会だから。だから役所の役者のバーターもとかもあるだろうし、はい、うん、だそういったなんか思い通りに作れないのが制作委員会方式なわけなんで、この大人の事情で、例えばその天沢誠治がバイオリン職人、もともとは画家だよ、もともと画家なんだけどバイオリン職人になって、それがさらにチェリストになってしまったっていうのもそうだし、じゃあなんでカントリーロードじゃなくて「翼をください」なんですかっていうのを、みんななんか なんでそうなったって言ってるんですけど、これもうすごく当然のことで。カントリーロードのあれ作詞してんのって、日本語版の作詞してんのって、あれ鈴木敏夫さんの娘さんなんですよ。ああ、そうで、なんでってやると、それをやっちゃうと本当にジブリの純粋なあれになっちゃうわけよ、映画化になっちゃうわけ、実写化になっちゃうわけ、はいはい、だからジブリを通さなきゃいけなくなってくるわけよ。一応このね、エンドロールにね、制作の協力としてスタジオジブリとか書いてるんで、多分設定とか資料集とか絶対もらってると思うんだけど、はい、でもあくまでもこれは柊木葵の
耳をすませばの実写化なんで、これカントリーロードやっちゃうともう本当ジブリになっちゃうわけよ。はい。でそのジブリにそのカントリーロードの日本語訳詞の歌詞のこの版権があるから、そうなってくると違う曲にするしかないから、なんだったらそうやってあの翼をくださいにしたっていうのはもう順当というかもう真っ当というか、なんならなんかハマった、逆にハマってんなっていう感じもしたよ俺は。でこの、近藤正臣さんがやってるこのおじいさんも、まあ おじいさんの衣装も完全にこれジブリに寄せてるんだけどなんだけど、このおじいさんが自分が感動する心を忘れてしまった時に自分の心に耳を澄ませるっていうことが、この耳を澄ませでタイトル開始もちゃんとしてるんだよ。はい。なんで、あ、うまいじゃん、ちゃんとやってるじゃんって思ったわけ、うん、でこのそのでも雫さんが心の声を聞く時に実際このお名前の通りに雫が垂れるシーンがあるんだけど、まあこれをみんなハゴロムフーズハゴロムフーズって言ってるんですけど、ハゴロムフーズ知ってます？味の素とか、味の素じゃないや、あの富士っ子とかですか、富士っ子にじゃない、ハゴロムフーズっていう、まあ、そうです、食品メーカーですよ。で、ハゴロムフーズって言われて、それなんかピンときます？それ、あ、しずくが垂れるシーン見てハゴロムフーズって言われて、あーってなる？知らないでしょ？ならないですね。でしょ？っていうのも、そのハゴロムフーズ、ハゴロムフーズって言ってる人みんな昭和の人なんですよ、結局は。あれってその雫がポチャーンと落ちるシーンって CM、 ハゴロムフーズの CM の最後にハゴロムフーズって言ってあのなんつうサウンドロゴが流れて、あのああいう雫が落ちるシーンが流れるっていう CM だったわけ当時、昭和の頃って。だからそれを見てなんかもう揚げ足取るようにハゴロムフーズじゃんって言ってる人は本当にただの老害だなっていう感じなんですよね。だから若い人知らないわけです。小麦粉紙のように若い人に言ったってうまいこと言ってんだ俺みたいな感じになってても何のこっちゃわからないわけ、通じてないわけですよ。そうですね、言われて初めてあ、そうなんだ。そうでしょ、そうだから本当雫っていう名前の通りにその雫がこうね現れる、自分の中にこう現れるっていうことによってその心が感動しているというシーンを体現しているという。でこれあの音声の人のインタビュー読んでるとちゃんとあのあれ4回ぐらい出てきたんだけど、あのシーンも全部音変えてるんだって、その時のその、 あの心情に合わせて。そうで、そういったのとかが分かってない人がそうやって揶揄しているだけだなっていう感じがしたので、非常に 俺としてはもう逆にこうなんつうかこうなんかメタ的な視点でこういったオーバーな芝居にしたって、これだって全部さあれじゃん、言ってみたらジブリのシーンの実写化じゃん、これ、このシチュエーションもそうだし。だからまあ、すごく逆にこうリスペクトを持ってこのイメージを交わさないようにっていうんで精一杯やった結果なんだなって俺は思ったわけですよ、うん、そういうことですね、うん、なんかもっとその未来の話だけをがっつりやるのかなって思ってたんですけど、そう俺もそう思ってたんだけど、意外と中学校シーンも意外とあって、そうですね、がっつりありましたもん、うん、よかったなっていう感じで。で、98年なら98年でもうこれも、もう20年ぐらい前ですけど、あのちゃんとそれも時代交渉がされてて、あの聖司君がその音楽自分たちにとった音楽で聴いてるのはプレイヤーが MD だったりとか、はい、うん、するんで、あちゃんと98年なら98年、あとは何ていうのこの例えばあれだ、タイタニックが当時やってたのでタイタニックの下りがいっぱい出てきたりとか、そう、まあ、ちょっとわざとらしいっちゃわざとらしいんだけど、その98年間を出すためにねなんだけど結構そういったもうちゃんと何十年経ってるよっていう感じもちゃんと出してて、でこの88年の時の照明さんのインタビューにはその、昔っぽい感じを出すためにわざとオレンジ系の暖色系の照明にしてんだって、全体的にノスタルジー感を出すために。で、あの98年のいわゆるまあ現代パートにするともうなんかあなた寒色系の結構なんかこう現実は甘くない系な 青っぽい照明が多いんだって。あ、なるほど、うん、なんでそういうところもちゃんと工夫して作ってんだよっていうところなんですよね、うん、なんでまあそのキャスティングもね、あのね、山田裕貴とか内田理央とか松坂桃李とかもう全部これあの特撮出身なんですね
まあ、俺的にはこれが熱いんだよね。この松坂桃李は真剣じゃーだし、山田裕貴は豪快じゃーだし、内田理央は仮面ライダードライブだし、なあもう熱い激熱なんですよ。そこはわざとなんですかね。たまたまなんですか、ね。たまたまじゃないの？まあね、でもその清野菜名はあれだから、あの戦隊も出てるわけではなくて、そうです、ね、東京ドライブでデビューしてるので、そうですね、はい、あとはあれですね、絵本作家の園村さんやったね、田中圭がすごかったなっていう感じよね。あ、うん、田中圭はなんだろう、こうこのなんだろう、独特のあのなんていうか、ナイーブななんか内気な絵本作家って感じがうまいこと出ててよかったですね。うん、物作ってる人感めっちゃありました、ね。あの人こそアーティスト感出てるよね。はい、うん、で出版社に手こ入れされてね、なんかこう、うん、まあ、不満をあらわにするっていうね。まあそりゃそうだって、はい。この編集長がさ、あの弟たくまさんであれなんだよね、チームナックスの人なんだよね、これね。そうだから大泉洋の、まあ、劇団の仲間ですね、うん、どうかね、キャスティングももう面白いで、あと松本まりかさんが良かったですね、先輩のですね、うん、あのディカプレオがそう言っているって言って出たけど冷たそうでいいのみたいな、そうなんかちょっとあの突き放すようでいながらちゃんとフォローしてくれるっていうところが、うん、まあどうだろう、もうね、あとはまあね、こういった、とにかくもういろんなところにちゃんとね、リスペクトしてたシーンもあって、なんか屋上で話してる時にみんなわーって出てきちゃってこらーって言ってるとかもそうだし、うん、でやっぱあれだよね、もうこれも原作にあったし、神社のシーンとかも原作にあったんで、やっぱりこうやっぱ原作のあれなんだよね、リスペクトもちゃんとあってっていうところで、うん、で、あのバロンの人形の交渉もちゃんとしてて、ちょうどちゃんと1900年代前半の服の着こなしをちゃんとそこにデザインに落とし込んでいて、で、あのエンゲルスティーマーを作るために、あの目の部分にちゃんとガラスに傷つけて、光が乱反射するようにちゃんとあの人形師の人が作ってるらしくて、めちゃくちゃちゃんとしてる、ちゃんと作ってんだよ、小道具とかもすごいちゃんとしてて、イタリアの政治の部屋にある電話とかもちゃんとイタリア製の電話を取り寄せて作ってたりとかしたらしいんだよね。でもこれね、あれなんだよね、このイタリアロケ、本当は全部全編イタリアロケやろうとしたんだって、したんだって、はい、だけどもうちょうどコロナが始まっちゃって全く行けなくて、なんでその結局その街を歩いてるシーンとかっていうのは、日本にあるそれっぽい作り あのなんかレジャー施設みたいなところとか、うん、例えば、演奏会が開かれた広場とかはこの、神戸のなんかフルーツフラワーパーク大沢っていうところだったりとか、あと、まあその雫がガイドブックを見ながら歩く広場が和歌山マリーナシティにあるテーマパークポルトヨーロッパっていうところだったりとか、うん、でまあ、そのエキストラを外国人を使うことによって、まあ、そうやって、それっぽく見せてたっていうのもあって、で実際にあったその、なんつうの、あの橋を渡ってるとか、そのローマの、そういった街並みが出てるシーンっていうのは、これはリモートで現地のスタッフに行ってもらっ、あの撮ってもらって、でリモートで監督が指示を出して、こういう流れで撮ってほしいって言って、それでこの流れるシーンを撮ったらしいんだよね、この、 あの 街並みのシーンとかは。すごいこうめちゃくちゃリアルで、これ本当にイタリアっぽいなっていうシーンと、これはここイタリアじゃないだろうみたいな、なんか見ててちょっとばらつきあるなって思って、そうこれは本当にね、もう本当苦肉の策なんで、本当はイタリアで撮りたかったらしいんだよ。で、そうでも唯一その聖司と雫がなんかここにいたのかって言って、なんかあのなんつうのこのあと石段にこう腰掛けて後ろがバックになってるシーンあるでしょ、はい、あれはあの CG らしいですね。あそこ、あ後ろが CG、 後ろ CG なんだって。そうで、ちなみにこのなんかあのそのシーンはこの聖司が見てた夢で、本当は合流してないらしいですよ。
分かりづらかったけど。ですよね。うん、そう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 。政治家なら見つけてくれると思ってたみたいなこと言ってたシーンがあったと思うんだけど、はい、うん、それはまあ、まあ分かりづらいね。俺見つけたんだと思ったし、なんかあのシャツで出てったはずなのにジャケット着てんじゃんとかちょっと分かんなかったんだけど、そう 夜だったのがいつの間にか朝になってるしみたいなね。なんか一旦寒いから家戻ったんだな。まあね、そういうの、ね、もうなんかもうなんかもう、ね、しょうもないことを考えちゃうよね。うん、まあだからそういったちょっとあって、あの、まあ、大人の事情でなかなかそういうのができなかったらしくて、うん、でまあ聖司と雫が約束をする高台って、もあのアニメとかだと成績桜号だったんだけど、これは、実際撮ったのは、横浜の金沢動物公園らしいですね。横浜の風景らしいですよね、うん、だからラストシーンもさ、ここでまたラストシーンでもうハッピーエンドで終わったのは、俺なんかまとまりがあってよかったなって思ったよね。で本当のラストシーンで、あのこう川べりで、あの人たち人が行き来しているところをじーっとエンドロールで流れるじゃんか、はい、あれはあのアニメ版のエンディングのオマージュだよね。やっぱそうですよね。うん、そうそうそう、やっぱそうらしいよ。あ、なんかぽさあるなって思いながら、うん、そうそうそう、だからやっぱりね、アニメにもうだいぶ寄せてるは寄せてるんだよ。はい、うん、そうじゃないとやっぱり往年のファンに全然違うじゃないかって言われるのもあれだし、大変だよね。そう、だからそこのところのバランス考えるのがやっぱ監督本当大変だなと思ったよ。あ、めっちゃ難しい。難しいんだよ。だからこうやってなんかあのプロデューサーの人も言ってたけど、要するに触れてはならないものに私は自ら触れてしまっているっていうようなことも言ってたしね。それが分かってても、うん、そうそうそう、やらざるもう やっぱ実写映画化してみたいっていう、まあ、気持ちがあって、でもその、俺からすればこの往年のアニメのシーンが実写でやってて、あ、実写だったらこういう感じだったのかなっていうふうに思うと、結構胸熱なところは多少あって、うん、あの実写版で見れてよかったなっていう気持ちがあったね、これね。なんだ、イタリアの部屋で、あのね、なんだよ、外国人の女の人、サラが、はい、ね、突撃してくる前の直前の歌を歌うシーンがあったでしょ、はい、あれが、もう本当に、これぞ映画の真骨頂っていう感じで、いや、もう本当に映画を見させてもらってるって感じだったよ、やっぱね。こういうことですよ。エンターテインメントっていうのはこういうことなんだと思って。ふうに隣に現れる幼い自分とたちが、まあ、そこに、ね、クロスオーバーしていって、で、もうそこで、4人でこう、ね、演奏をしているシーンが出てくるっていうのは本当に素晴らしいと思いましたね。あれめっちゃ、あそこのシーンが多分あの映画の中に一番良かった見どころだよね。一番の見どころだし、はい、やっぱすごい力入ってたらしい、やっぱこのシーンは。良、かった、すごく良かった。なんで例えばこれっていうのはもうそんなわけねえだろうのシーンなわけじゃんか、はい、イメージ、結局あくまでイメージのシーンじゃないですか、はい、なんで一応そのエンディングの前にそのセイジがイタリアの自分が住んでる広場でなんか翼をくださいおもろに引き出したらみんなが参加してきてみんななんか大合唱みたいになったりとかしたじゃんか、はい、それも、はい、あれもあくまでイメージであってこのような感じのね、心持ちですっていうことを言ってるわけだって本当にああやってるわけじゃないわけですよ。はい、ね、だって翼をください日本の歌なのにあんな外人たちいっぱい知ってるわけねえだった話じゃん、いきなり入ってきて即興でね、即興で分かる客の展開分かるわけねえじゃんって話なんだけど、あくまでイメージだよっていう、そういうところを読み取る力がある程度必要だなっていう感じはしますね、うん、そうですね、うん、ああいうなんかちょっとフラッシュモブじゃないけど突然みんな出てきてみたいな、ね、あれはあくまでイメージだっていうことですよ、うん、やっぱそうなんかこういうのやるときって、うん、みんな知ってる曲じゃないと難しいよなって思いながら、ね、そうだけど、いや実際やってねえからこれ絶対そうそうそう、まあね、やっぱ
ぱこう物語を作る上である程度この盛り上がりを見せなきゃいけないんで、あのなんつうのこのライバル突然のライバル出現だとか、いやあの別れてきたって言ってみたりとか、まあそういうシーンっていうのはやっぱりこうね、まあ柊木先生の、許可をもらいながらでもまあやったんだろうけど、うん、まあ俺は良かったと思いますよ。そうですね。なんか、うん、いろんな、うん、まあ、美術じゃないですけど、すごい難しかった難しいはずの映画化が良かった。そうだからね、この無茶ぶりをね、このかこれだけ形にしてできたっていうのはもう逆に俺はよくやったと思いますよ。そうです。もっとグダグダになる可能性もあった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 。だから結局これバランスが重要で、どっちに寄せるとかもあるし、全くもって、はい、あの独創的なものを作っちゃったら、これは耳を澄ませばではないになっちゃうわけじゃない。はい、例えばその中学時代の雫がこのね赤いシャツにカンカン帽じゃなかったら、もう雫じゃなくなっちゃうわけですよ。ですね。うん、そこのところはそこやったらなんかコスプレみたいだって言ってみたり、もう同性っちゅうんじゃって話じゃん。はい。もうそこに関しては映画化するってなった時点で、うん、全員を納得させることはできないですからね。そうだね。だからまあこうやって結構割ともうなんていうか、惨憺たる、この評価をがもうすでに降ってきてるんですけど、まあ私方みたいにまあこうやって。まあ、擁護じゃないけど良かったじゃないかという意見もあってもいいじゃないかと私は思うわけですね、うん、はい、うん、なので、まあでもやっぱ 見ないことには文句のつけもないので、はい、耳を澄ませば好きな人だったら一回やっぱ 見てジャッジしてほしいですね。あのいやこれもう絶対よくないに決まってるから見ないっていうのはちょっとやめていただきたいところですね。はい、見て、まあ、好みはあると思うんですけど、うん、見た上、うん、あればダメだったわっていう。そうそうそう、だから結局さ選挙だってそうなんですよ。投票しないと文句も言っちゃいけないんですね。文句を言う権利もないわけですね。投票に上がってこないとまずは。そう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 、だから皆さんこれを見に行った上で決めてくださいっていうところですね。まあまあそういう感じで小麦粉氏 と早速見に行ってみましたよということで、私がパンフレット買いました。これねパンフレット買いまして、あらこれパンフレットね、あれみたいになってていいんですよ。この雫が書いた耳を澄ませばっていう本が、図書館にあるっていう設定のこのね、東京都杉宮中央図書館のこのバーコードが貼ってあって、でこの背表紙のところにはこのなんだ図書館のなんていうんですかね、このタックイン、なんだ、でなんだステッカーがかあのスプリントなのか貼ってある体になってて、でこうページを開くとこう東京杉宮中央図書館のこの日、2022年の10月14日に、この本が、入りましたっていう、なんていうかスタンプが押してあって、で後ろを開くと、この図書カード、なんだこれ借りた人のカードが一番最初に天沢誠治が書いてあるっていうね、いいですね。いいです。っていう、まあ、これあのフェアリーテールのあとカードが挟まってるっていう感じですね、あの中学生の時の。いいですね。で、あとは「雫元気ですか?」のこのあのポストカードも挟まってるっていう体のプリントになってます。素晴らしい、素晴らしい、パンフレットでしたこれという感じで、まあそうやって楽しみ方もいっぱいあるので、ぜひ皆さんこの「耳を澄ませば」を見た上で話しましょうということで、今日は小麦越と、まあファーストインプレッションというか感想戦をしてまいりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。